Say love me, love me.ナイロン番組のアルパカパーカーのアノンと花子です。今回もね、見てこのすごい量、すごくない？すごいね。私今テンションが上がってまる。眠いんだけどテンション上がってんので、今日花子のも生徒先生なんでめちゃくちゃで、今回はバングットさんの商品10点紹介していきたいと思います。やったね。今日ね、すごい私がね欲しかったね、スクイーズもあるの。めっちゃ可愛いよ。まずはこちら、でででで袋のスクイーズ昆布。あ、ほのぼの先生すごい埋まってますよ、こちら。あ、大丈夫ですよ。ほのぼの先生、ぜひよければですけれど、ミュージカリー色々撮ってテンション上がっててください。ミュージカリーって何ですか？清楚ですね。まだベンサムワンタイム、ベンサムツータイム。あ、ブザークックのやつですね。ほんとにそうですよね。はい、こちらでございます。めっちゃ可愛いんだけど、で、可愛すぎてちょっとコンプしちゃいました。かわいい。これがノーマルタイプなんですけれども、こちら概要欄には袋と袋が書いてある。はい。わー、いい匂い。あー、いい匂いする。ぜひよければミュージカリーの方始めていいですか？いや、ミュージカリーって何ですか？やっぱそうですか。やっぱ清楚ですね。はい、でですね、こちらの方なんですけれども、1個、2個、3種類、これね、3個全部コンプしました。で、今回はまずこれね、これはノーマルタイプみたいで、めっちゃ可愛くない？見て見て、めっちゃ可愛い。もうこのね、頭からこの2本の角が出てるのがすごい可愛いよ。なおかつこの手、トゥブティターノね、トゥブティターノ、トゥブティターノ、これもトゥブティターノ。見て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 、これ耳たぶスクイーズだよ。うにょんうにょん、めっちゃいい匂いするんですよ。これ本当にいい匂いする。続いて虹色のスクイーズになります。こんな可愛いのに虹色があるというのはすごく嬉しいことでございます。のいのでございます。あ、待って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 、こっちとこっちの触り心地が違うね。すごいいい。待って、すごいいいよ。待って、ちょっと表すね。こっちサラサラ、こっちテカテカ。音フェスしようかな。なの、でもこっちはわかるかな。このサラサラしてるのと、この手がテカテカしてるでしょ。めっちゃいい、これかわいい。ってか、やばいんだけど、もう、かわいい。めっちゃかわいい。これいい。私もこういう髪型にしようかな、明日から。なんか手が疲れてきたわね。手が疲れてるかな。そう。続いて、ほのぼのが大好きな宇宙になります。のやのんのさ、今日のさ、喋り方聞き取りやすい？聞き取りやすいかな？大きな声で聞き取りやすいのやのん番組をお届けするのは、はい見てください、これ宇宙色かわいいでしょ。めっちゃ良くない？こもっちもち。しかも見てこれ、来ました、これ三兄弟ね。どうしたかな、イヤホン手振ってますよ。見てこれ、三つとも頭がかわいいのね、これね。見てこれ、もう本当にかわいい。髪型アドボニーみたいな。ん？髪型アドボニーなんだけど、それシャー。見てこの低反発。見て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 、めっちゃ可愛い。はい、続いていきます。何してんの？なんか指が痛いな。指が痛いなって。ノエノンが大好きなマーメイドランプソーティーキーラーメク不自由な。めちゃいいよ。手の運動ですか？手の、あ、いいですね。手の運動いいね。このさ、マーメイドいたじゃん、似てるけれどもでかくなりました。見て、すごくない？髪型がキャンディーみたい。で、今日のお洋服とお似合い。え、すごい良くない？今日のお洋服にお似合いじゃない？あ、すごい。これすっごいいいよ。これめっちゃすごい。めっちゃすごくいいよ、これ。ん？なんか手がやっぱり痛いんですよ。手が痛いの？大丈夫かな？痛いの、飛んでいけー。なんだったか？うん、よかったね。風景、政権。ありがとう。政権の子はありがとうってこうやって言うんですかね。ありがとう。ありがとう。いいね。すごいかわいい。すごいかわいい、これ。ってことよ。すごい低反発。めっちゃ綺麗。もってもて。続いていきます。銀色の、スクイーズって言ったら女の子っていうイメージが多いんですけれども、男の子にも分かってほしいスクイーズ。良さ。周りが銀。そう、周りが銀なの。分かるかな？触りたら白に見えるかもしれないけど、
ちゃんと銀なんですよ。ズシズシ。でもロケットってね、こう柔らかかったらダメだからね。もしかしたら硬いかもしれない。むー、柔らかいのー、柔らかいのよ。しかもさ、これまたさ、窓がちょっとこうぼやぼやってなってね。こちらは概要欄にロケットって書いてあります。続いていきます。見てください。でー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 。かっこいいね。もっちもち。にっこり笑って。あれ、ちょっと待って、ブリック先生気持ちいい。いいね。こちらは飛行機って概要欄に書いてあります。はい、続いて、あ、触り心地がいい。これニッコニッコニートゥルトゥル系だ。これニッコニッコニー。あ、ブリコ先生ニッコニッコニー。めっちゃ決めるやないですか先生。鼻つまんでるみたい。ブーンかわいい。ブーンブーンブーン。もう鼻つまんじゃう。あ、そう、もう鼻つまんじゃう。ブーン。この子もね、これ鼻つまんじゃうってやってたんですけれども、これもバングドさんなんですけれども、鼻つまんじゃう。そう、もうこの子も鼻つまんじゃう。めっちゃ可愛いんだけど、待って、鼻つまんじゃうんだよね。待って、待って、本当に鼻つまんじゃって、待って、待って、これやばい、これやばい、本当にやばい。待って、これ可愛い、可愛い。プニプニ。あれ、先生ですよね、やっぱり。はい。え、生徒先生です。ああ、あれ絶対ブリッコ先生とか、かまってちゃんイコールブリッコ先生。待って、こう上から見た感じもすごいいい感じ。もうなんかもう、あ、見て、足が生えてるのね。かわいい。ニッコニッコニー。ベンチオブバンタイム。ベンチオブバンタイム。スープログラムビビスタイム。あとはティックトッカー。あ、ティックトッカー？ティックトッカーっていうの最近なんか聞いて、なんだろうって調べたら、ソーミー。見て、可愛くない？めっちゃ可愛いよ。見て、このシリーズ可愛いんだけど、めっちゃ良くない？大丈夫。むにゅって感じ。こっちもむにゅって感じ。こっちもむにゅ。むにゅ。むにゅ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 こちら、概要欄に猫って書いてあります。猫。にゃん。ん？猫。にゃん。猫。にゃん。猫。こうやってたこうやってたらさ、涙袋とさ、涙袋私の方が多分すごいよ、重いの。ここ自慢できるから、私の左目チーズ。よかったね。これまたよかったね。これ先生誕生、先生誕生。よかったね。ボラボラ先生やんか、これ。これかわいいね。続いてユニコーン。ユニコーン、おまんこおかん、あまあまんこおかん。ここに並べていくの可愛い。あ、可愛い。今の見た。こてんってなった。これユニコーン。赤ちゃんユニコーン。おお、赤ちゃん。ベイビーユニコーン、コンコンコン。ベイビーユニコーン、コンコン。ベイビーユニコーン、コン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 。ベイビーユニコーン、コンコン。ベイビーユニコーン、コンコン。ベイビーユニコーン、コン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 。あ、すごいこの。めっちゃに可愛い。可愛いね。続いていきます。ケーキシリーズね。私このね、バングトさんのケーキシリーズかなり気に入っているよ。結構出してるんですけれども、ノイノの動画昔から見てるよって方は分かると思うんですけれども、靴のケーキ、こう一つ一つのこのホイップがいいよね。車のケーキすごいいいよね。キラキラしてる。今回デレレレってね、フェフェのあのやつに似てるよね。ちょっとね、フェフェ、ちょっと似てるよね。でちょっとっていうか、もう相当似てるんだけれども、あ、待って待って、これ一瞬何かの匂いになるの。やばい、待って、これめっちゃ美味しそう。あ、ぼぼ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 、めっちゃプリプリ。これなんていうの、ケーキ、うさぎケーキ。あ、うさぎケーキです。栗きんとんの匂いだ、これ。待って、本当に栗きんとんなの。これめっちゃいいよ。うよーんうよーん。続いて、はい、こちらが私の大好きなおむすびがありました。はい、こちら概要欄にはお寿司と書いております。いや、どっからどう見てもジャパニーズ。お、スーねねね。お、寿司。もう握りとるよ、握りとるよ。めっちゃ可愛いこれ。もうさすがにおにぎりの匂いしたら困るわな。おにぎりすくいってさ、私ビゴで見たことあるんだけど、こんなに可愛いの見たことない。おにぎり、おにぎり、ちょっと詰めて。もちもち系は
初めてだな、私出会ったの。保育士さんにおすすめ、今日はこれ。はい、みんなでおにぎりこねましょうって言って、こうこねてこねて、低反発が戻るからさ、出来上がりましたって言って、こう食べたば真似するんだよ。パクパクパク。多分これびっくりするよ、ブリコ先生のも。そうですね、キャー、ブリッコ先生だわ。はい、それではこちらおにぎりをね、握って握って綺麗に握れましたので、まっつね、でんはい、できましたよ。おあの、かなり大きな声が出てしまいました。失礼しました。シャシャシャ。あつ盛りが出てしまいました。すいません。あつ盛り。でりん。あつ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 盛り。大変失礼しました。あつ盛りと出てしまいました。大変失礼いたしました。あつ盛りと出てしまいました。はい、お寿司だよ。はい、続いて。ワイドンはね、今日はこれを見せたかったの、みんなに。え、これめっちゃリアルじゃない？めっちゃリアルだよね。見て、やばくない？これ映画館、これ持ってた方がいい。絶対これ持ってた方がいい。結構前もポップコーンの作りで紹介したんですけれども、あったバングトさんでゲットしたんですけど、あんまりリアリティがない可愛いキャラだったの。めっちゃリアリティあるから、私これ大好きだけど、私触り心地もめっちゃポップコーンなんだもん。これポップコーンって言って1個あげるって言って絶対食べちゃうよ。いや、これほんとポップコーン、あくらい、やばいよこれ。映画館でスクイーズを持ち運びながらこうやって、あ、すごく良き、すごく良きで、あー、すごいいいねってことで、ぜひ皆さんもね、スクイーズ買ってみてください。今回あえて値段を言わなかったのは、全て激安すぎるんですよ。みんなに見てほしいんです、それを。ということで、こちら概要欄ね、下から飛んでいただければね、ぜひいいなと思うんですけれども、今回10個スクイーズ紹介しました。私はこれが一番好きなんですけれども、これ値段言ってきますか。660円、安いでしょ、やばくない？待って、このデカさ。私ポップコーンほんと好きだわ。キャベバイボアちゃん、はい、来ました、ブリコ先生。あなたもスクイーズ。